皆さんは謎の場所を知っていますか？謎の場所とはポケットモンスターダイヤモンドパールのバグマップです。実際に行ってみましょう。まずは四天王一人目の部屋へ入り、扉の前で波乗りを使う。すると壁抜けができた。このまま少し右へ進んでいくと謎の場所に到着。これはネット上でも有名なバグの一つですが、妖怪ウォッチにもこのようなバグで入れる場所はあるのでしょうか？妖怪ウォッチには数多くのバグが存在するので、それを利用して探してみよう。わしゃい！早速バグを使用していきます。異世界バグというものを使ってみましょう。向かう場所はケマモト村の田んぼの突き当たりです。この辺りの場所まで来たらスタミナムを使います。あとはこの辺を自転車でゴリ押しします。やってみましょう。すると画面がブルブル震え出しました。壁抜けには成功しましたが、操作ができなくなりました。そして地上へ戻されました。なぜなのかというと、ゲームではプレイヤーの座標が地面に埋まるなどして変な位置に行くと、最後にロードした場所に強制移動させられるからです。偶然バグった時にはありがたい対策ですが、今回の企画ではこれが邪魔になっているということで、この作戦は失敗。他の手段がないか考えましょう。実は異世界バグには他のパターンも存在する。やってきたのは港町なぎさき。到着したら塀を伝って高台へ行きます。宝箱は開けておきましょう。開けたら宝箱の横へ行き、少し前へ進む。宝箱に重なった場所で止まるのがポイントです。あとはその場で日記を書いてゲームを終了。再起動してみると、なんと辺り一面が真っ黒になりました。これは成功かと思われたが、ご覧の通り少し歩いただけで元に戻ってしまった。どうしてかというと、これは木や地面がバグって一時的に黒くなっただけだからです。バグマップに入れたわけではない。ということで異世界バグ2つ目も失敗。ここまでの2つの作戦はどちらも失敗。また新たな作戦を考えなければならない。私は集中して考えた。しかし何も思いつかなかった。そして時は流れ、3ヶ月後、別の企画の撮影をしていた時、とあるバグを思い出した。それは身代わりバグというもの。ボス妖怪からでも逃げられるバグで、奪う根から逃げるとマップがバグる。逃げた後はご覧のように街が開魔状態に。このように身代わりバグを使うとマップもバグると分かったので、これを応用して自力で未知のバグを探し出す。1週間後、未だ発見されていない未知のバグマップを発見した。その場所とは桜住宅街の桜第一小学校。バグが可能なタイミングはストーリークリア前の第3章のみ。小学校がガシャドクロに支配されたら屋上を目指します。屋上に着いたら普通にバトル開始。ガシャドクロに身代わりバグを使用する。するとマップに明らかな異変が起こった。下画面は真っ黒で何も映らない。通常時と比較しても明らかにおかしい。さらにこのようにマップの端まで行くと壁に当たり判定がなく落ちてしまった。床があるように見えてすり抜ける場所もあった。奇妙なことに対戦と交換のアプリも使用可能。この状態でまさかのインターネット対戦もできました。日記アプリも使えるので日記を書いてみると、記録した場所が空白で何も書かれていませんでした。ここは通常プレイではいけない場所ということです。これは間違いなく謎の場所と言えるでしょう。よって今回の検証結果は、
妖怪ウォッチで謎の場所を探したら、現在地が表示されないバグマップが見つかるでした。バグは危険なのでデータが破損する可能性があります。ご注意ください。